体の枝のステーキングをご利用中の皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。何を隠そう、私もステーキング中ですけども、いや、私ね、ステーキングの財源って10年ぐらいでなくなっちゃうのかなと思ったんですけども、どうもね、ノクさんのこうご指摘をいただいてね、わ、そうなんだということでね、私知らなかったですね。いやー、それは嬉しいじゃないですか。トランザクションによってまた新しいステーキングの報酬が生まれると、まあパーセンテージはまた変わるかもしれませんけどもね。でも現状ですね、体のを保有している方は多分体のもう離さないでしょうね、手放さないでしょうね。特にプレセールで買った方っていうのはステーキング報酬だけで十分だ、大贅沢しなければ十分やっていきますから、人生を送ることができますから、もうね、元金そのまんまでステーキング報酬をちょろ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 使うだけでいいんじゃないかなと思います。もちろん他の財源をね、作っていくことも大事なんで、一つの柱よりも二つの柱、二つの柱よりも三本四本というふうに積み上げていけると思いますが、やっぱね、ノクさんね、体のエイダがあることによって非常にね、心理的な余裕はありますね。と同時に心理的な余裕もあるんだけども、これがなくなったらどうするみたいなリスクも忘れないように、体のエイダが、まあ、世の中から忘れられてる、何かの規制によってですね、使えなくなっちゃった、もしくは使いづらくなっちゃったみたいなことが起きたら、別の、まあ、ポケットをね、発動させないといけないかなっていうところで、やっぱりね、気を抜くことはできないかなと。生きてる限り常にビジネス、常に勉強かなというところでございますね。ノクさん、どうもありがとうございました。そして皆さん、ちょっとね、誤った情報を流してしまいましたけども、私もこうやってね、認識を日々強めるために発信してます。こう発信するとね、それ違うよって教えてくれる人がいるんですよ。いや、だからね、本当にノクさん、今回ありがとうございます。そして多くの方にもこうやって気づきを発信することができたんで、もう私のね、ミステイクも無駄ではなかったかなと思います。さらに進化して体のネタ情報をお届けしたいと思いますので、これからもお付き合いください。体のステーキング、よろしくお願いします。